36人目の子。これは、私が小学校5年生の時に行った、林間学校での話です。宿舎で食事をとった後、屋外でキャンプファイヤーをしていたのですが、先生から突然、帰りは肝試しやるからなと言われました。 予定表ではキャンプファイヤー後はそのまま宿舎に戻るはずだったのですが想定外の出来事でクラス中大パニックテンションが上がる子や恐怖で固まってしまう子がいる中で大のお化け嫌いだった私は恐怖でおじけづいてしまいました遊園地のお化け屋敷ですら怖すぎて入ることができない私でしたが ビビって腰が引けた姿をクラスの女子に見せたりなんかしたら最悪です。なんとか周りのテンションに合わせて嘘の自分を演じていました。肝試しの内容は先生の言われるがままに男女ペアとなり順番に暗い夜道を歩いて宿舎まで帰るというものです。 私は A さんという色が白くておとなしく無表情な女子とペアになりました。クラスメートなのに一度も話したことがない子で、ああ、外れ引いちゃったよ。可愛い子が良かったのに。A さんと言ったら怖さ倍増やん。と、失礼なのは承知で、 内心落胆しながら、目も合わすことなく順番を待っていました。そしていよいよ私たちの番となり、暗い獣道を歩いていくことに。途中先生が草むらから突然わっと驚かしてくるような安っぽい仕様でしたが、ビビリの私にはそれでも十分恐怖で、 体がガチガチの状態です。しかし、A さんはすごいもので、相変わらず無表情のまま、先生の脅かしにもリアクション一つ取らず、足元が見えにくい道も恐れることなく堂々と歩いていきました。こいつ、普段から感情がないと思ってたけど、こんな時には頼りになるんだな などと見直しつつ、私は A さんを盾にするような形で、なんとか肝試しを乗り切ることができました。最後のペアが宿舎へ到着し、先生が人数確認をしていると。あれ、おかしいな。首をかしげています。 どうしたのかと誰かが先生に尋ねてみると。ペアになれって言ったけど、よく考えたらうちのクラス35人やんか。一人余るはずなのに、全員ペアで行ったよな。クラス全体が騒然とする中。 とりあえず確認のため、ペアとなった状態で整列することになりました。肝試しの順番で並んでいき、私の隣には A さんが、と思いきや、A さんは後ろの方にいます。早く並べよと A さんに声をかけると、普段無表情な A さんが、 私 B 君とペアやったんやけど、と言うではありませんか。その瞬間、ペアの相手がいない私に視線が集まり、お前一体誰と言ったんや、と一瞬にして場が恐怖で凍りつきました。私もあまりの恐怖で気分が悪くなり、 先生に付き添われて宿舎の布団で横になりました。深夜2時頃、昼間の山登りの疲れと肝試しの恐怖で気を失うようにいつの間にか眠り込んでいた私でしたが、なぜか目が覚めてしまいました。宴会会場のような部屋に布団を敷いて、 クラスメート全員が雑魚寝をしていたのですが、当然ながら全員眠っています。再び寝ようとするもなかなか寝つけず、横になっていると、私の近くにあった窓から誰かに見られているような感覚を覚えました。私は恐怖のあまり、 隣で寝ている友人に助けを求めようとしましたが、声が出ないだけでなく、体もピクリと動かない、金縛りの状態になっていました。視線は私へ向かって近づいているような感覚に変わり、もしかしたら、肝試しの時にいたあの女の子が来ているのではないかと思うと、恐怖で全身が なおさら硬直し、頼むから来ないでと心の中で祈り続けるしかすべはありませんでした。気がつくと日は昇り、あたりは明るくなっていました。いつの間にか眠っていたようでした。私の体験した話はこれだけで。 その後は特に何もありません。ですが、数十年経った今でも、三十六人目のあの子は一体誰だったんだろうかと思うと、背筋が凍りつくのです。 最後までご視聴いただきありがとうございます。毎週土曜日21時からはお酒を飲みながらの生放送、箱分けの飲んだら乗るなラジオ放送中です。ぜひ遊びに来てくださいね。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローもお願いします。それでは今夜も素敵な悪夢が見られますように。